あ、教令院の知恵の伝道。外も中も衛兵で囲まれてる。オイラたち本当に逃げられないみたいだ。ふん、あがくのを諦め牙を向いたか。さて衛兵たちよ。失われた神の缶詰知識はお前の手中にあったのだな。アザール、裏切り者め。いかに理性的な学者でも絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか、アルハイゼン。ただ残念ながら神がお前を救うことはない。アザール、奴はもう完全に狂った。マハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れて行け。処置は後で決める。は。大賢者様、ジュニアナガレバの火の準備が整いました。缶詰知識の記録を開始できます。よかろう、始めよう。パフォーマンスは見たことがない。なんというか、言葉じゃ表せないな。そうね。でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。大賢者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。
この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエ、そして旅人。こいつもうマハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今さら人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ブエル！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのが、これで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無境の力、一体いつから始まっていた。君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！
で茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。人間？人間？一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。がずっと行ってた場所か。世界樹の足元。私たちは皆知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では、人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中にさらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそ、この世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。そは問いを唱えるもの、そして同時に答えを探すもの。人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今、あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵、素敵な夢があなたたちに訪れますように。
これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？私が今ここで神の心を破壊し、天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。